今回の兄貴の仕事は馬姫様を、あ、いけねえ、もう馬じゃねえんだミーティア姫、ミーティア姫様を結婚式が行われるサベッラ大聖堂まで護衛して行くんでガスよね。え、待って、これそういう感じ。けど意外でガスよ、あんなことがあったのにまだチャゴス王子との婚約が生きていたとは。そうそう、ここに来る途中大臣に言い捨てを頼まれたでガスよ。出発の用意は整ったから部屋にいるミーティア姫を兄貴が連れてきてくれって。そいじゃあ私は城の中庭で待ってるでガスよ。え、何これ。え、おい、おいおめえは何をやってんだよ。スバル、あれ以来だな連絡をもらったから早速参上したぜ。姫様の護衛をするんだってな。そうですね、握手しないのほんまクソなんだけど。ヤンガスとはさっきここですれ違ったけど相変わらずだったな。お前の仕事の付き添いってのはめんどくさいけど、こんな時でもなきゃみんなの顔が見られないものな。ところでお前、この結婚式に納得してんのかね。もし嫌だったらやめちまえばいいのによ聖堂騎士団を抜けて自由になった俺みたいにさ、なんとも言えねえわ。ねえククール、この人でしょスバルさんって。紹介してもう気持ちがごちゃごちゃになる。3階のお部屋にいる馬姫さん、姫様も出発を待ってると思います。さあその階段から姫様をお迎えに。なるほど、教えてくれてんだねえスバル。結婚したら姫様はいなくなっちゃうの？そんなのやだ、姫様にずっといてほしいよ。結婚してもここにいればいいのに。スバルもそう思う、だから今から止めに行くからな。ゼシカー、あ、スバル久しぶり、元気だった？かわいいなお前は。聞くまでもなく元気そうね。スバルったらちっともリーダス村へ遊びに来てくれないんだもん。あのあとね、どこかで一人で暮らそうと思ったんだけど、お母さんが心配で結局リーダス村へ戻ったの。よかったじゃん。兄さんの墓のこともあるし、それにあそこにいればみんなと連絡が取りやすいと思ってね。確かに。え、ミーティア姫を連れに来たの？もう出発なのね。それじゃあ私は先に中庭に行ってるからね。オッケー。弾いてるピアノ。ここでこうしてピアノを弾くのも最後になるわね。サザンピークにもピアノがあるのかしら。サザンピークか。スバル来てくれたのね。もう出発の時間かしら。はい、あなたに来てくれるように大臣に頼んだのは、出発前にあなたと城を歩きたかったからなのね。もうミーティア、スバルのこと好きじゃん。少し早いけどスバルにもきちんと別れを言わなくてはね。今まで尽くしてくれてありがとう。こちらこそありがとう。トロデンで過ごした日々はミーティアにとって一生の宝です。サザンビークへ嫁ぐことでミーティアも王族としての義務を果たします。だからあなたもこの先もどうかお父様に仕え、トロデンのために今まで通り尽くしてください。そんなのってないよ。では行きましょうか。あまりみんなを待たせては悪いものね。もうじゃあチャゴスくんさ、ほんと許せねえわあいつ。けなげすぎるミーティア、あまりにも。え、何、手つながないの？ねえ、最後なんだよ。でもあれなんだろうな、スバルもスバルで隊長だから、なんかそういうとこしっかりしてそう。どうしたの？なんでもうあそこに2人で座れたいって、あそこにスバルと2人で座れたらなっていう表情だったじゃんそれは。鈍感すぎる。チャゴスが最終的に一番悪者になってんの、ほんと笑うんだけど。マジですごい素敵な場所だけど、
なんかこの曲すごくてさ、穏やかな曲にも悲しい曲にも聞こえんのやばくない？おお、ここがサベッラ大聖堂か。王族の結婚式を行うのにふさわしい場所ではないか。ご苦労であったな、スバル。お主の任務はここで終わりだ。あとはこの辺りで宿でも取って、明日トロデーンに戻るがよかろう。本当？スバルはこのミーティアの式に参列するのではなかったのですか？残念ながら姫様、この者たちの席までは。なんで一緒に世界作ったの？うわもう本当にさ、やばい、もう顔見ただけ。いや、これはこれは、初めまして、サザンビークの王子チャゴスでございます。はあ、やべえ、拳が震えてきちまったよ、ちょっと。おお、あなたがミーティア姫ですね。なんとも美しい。この一瞬で僕の中にある数々の美女との思い出が全て色あせてしまった。はあ、イライラするな。ちょっといや、ダメだダメだ、ミーティアは王族としての道を選んだんだ。ね、最悪引いてるやん。あなたのような方を我が妻に迎えられて、このチャゴス世界一の幸せ者です。ヤンガスの顔、久しぶりでガスな王子。そんな気ざったらしいセリフが言えるなんて驚きでガス。いいぞヤンガス。やや、お前たちは王者の儀式の時の旅人ではないか。ふん、大方噂を聞きつけ見物にでも来たのだろう。残念だったな、お前たちが来れるのはここまでだ。可愛い姫が僕の妻になる、その神聖な儀式にお前たち平民風情を招待するわけにはいかないからな。いやー、やっちゃう。ちょザラキーマン、ザラキーマン。せめてお前たちが金持ちか貴族だったら招待してやれたんだがな。ブワーハハ、本当にさ、やっぱ根が腐っ、いや腐ってる、いやそうね、根が腐ってる人って治らないんだっていうね。お父さんがあんな感じで見ても何にも気づかないんだ。いいぞククール、まったくあの野郎、何が平民風情は式に招待できないんだ、ムカつくぜ。王者の儀式からだいぶ経ったが、あの様子じゃ相変わらず根性は腐ったままだな。やばい、意見が一致してしまった。おくくと、やっぱり腐ってるなって思った。スバルもちょっと待って、おくく顔がやばすぎる。でも明日になれば姫様はあいつと結婚かな。スバル、本当にいいのか。俺は姫さん、俺は姫の幸せを守るのも近衛隊長の仕事だと思うんだがな。え、これマジで駆け落ちそそのかされるやつやん。うわ、こんな顔初めて見た。確かに主人公こういうことできなさそう。やっと来たかスバル、もう結婚式は始まってるようだぜ。うわ、人やばっ。どうすんの？どうすんの？あんだけ人が多けりゃよ、どさくさに紛れて何かやらかしても大丈夫なんじゃねえかな。スバルもそう思います。やっぱそうだよね。昨日俺が言ったこと覚えてるか、姫の幸せを守るのも近衛隊長の仕事だって。あと俺たちは仲間だ、お前が何かするつもりなら力を貸すぜ。くっ、おくく、ミーティア姫様も頑固よね。いくら先代の約束でも嫌ならやめればいいのに。って私は思うんだけどね、一国の姫君ともなるとそういうわけにもいかないのかな。なんかマジでミーティア自己犠牲のものの香りすごいもんな。や、ヤンガス。おお兄貴、来てくれると信じてたでガスよ。さあこっちこっち。これ仲間てーてーっていう。いや、ヤンガスやるじゃねえか。はあはあ、さてと、ここまで来たらあとはあの邪魔くさい見張りをどうするかでガスがやっぱそうだよな。まさかお主力ずくでも中に入れるという、入るのでも言うのかな。はい、なんだと、おりゃー、うわー、みぞおち一発だ。ここは足に任せて兄貴は行ってください。いや、ヤンガス行くぞー。義によって助立ち出すおいおい、イライラしてんなマジで。
なぜ姫は来ない？ミーティア姫はまだか？私が来た！かっけえ！ちょっと待って、かっこよすぎるスバル、あまりにも。な、何のつもりだ貴様、僕の結婚式を台無しにするつもりか？くそ、今すぐそいつをつまみ出せ。おいおい、やんのか？ラプソン倒してんだぞこっちは。諸侯の皆様、皆々様方、失礼いたします。クラビウス王へ、クラビウス王へ急ぎの報告があり参上いたしました。クラビウス王、そうだ、チャゴスのお父さんだよね。なんとそれは誠か。今度は何だというのです。父上、僕にも聞かせてください。花嫁が、ミーティア姫が逃げたとだ。おい待て、今ククールが逃がしてるとか。なんですと、なぜだ、一体どうして。そうか、そうだったのか、分かったぞ。お前だな、お前の仕業なんだな。ちょっと待って、スバル、何にもそれは知らないです。結婚式を邪魔するために姫を逃したのはそいつだ。今すぐ引っ捕らえろ。いいんか、多分今頃おくくとおぜしがどうにかしてくれてる。いや、ここでさ、こう一般人には剣を振るわないのめっちゃ良くない？あ、みんな来た。よかった、スバル無事だったのね。あれ兄貴、姫様はどうしたでガスか？どうしたでゲスか？結婚式はどうなったでガス？知らないの？おい大変だ、急いで来てくれスバル。何、お前がやったんじゃないの？下でトロデオとミーティア姫様が兵士どもに囲まれているぞ。一体どうしたって言うんでゲスかい？どういうこと？とにかく兄貴、急がねえとヤバそうでガスよ。オッケー、お前たちそこ動くな。王族の結婚式で無礼を働いてタダで帰れると思うなよ。おくく、ここは俺たちに任せろ。スバルは姫様とトロデオを頼む。やるやんけ。おお、スバル、いいところに来よったわい。お前なら来てくれると信じていたぞ。今すぐミーティアを連れて、ミーティア、ここから逃げてくれ。トロで、お前まさか。やはりチャゴス王子なのに、わし、かわいいミーティアをやれんわい。もはや国のメンツなどどうでもいいわい。だからお前はミーティアを連れて逃げてくれ。トロで、お前、トロでやる。やばい、なんで無音なの。ちょっと待って、王族の、王家の交わした古い約束に従っておとなしく結婚するのが運命なのだと諦めてました。それが王家に生まれたものの定めなのだとミーティアはそう思っていました。でも嫌なものは嫌です。あんな王子と結婚するくらいならお馬さんのままの方が良かったくらい。やっぱり自分の気持ちは騙せませんわ。ここは選べんの。さあスバル、この手を取って一緒に逃げてミーティアをここから連れ出して。おい、行くよな、行くしかねえよな。やっぱり仲間って大事なんだ。独りよがりの幸せより仲間と一緒の幸せのがいいよ。おめえおめえと取り逃したのか、この役立たずどもが。
たった数人を相手になんだこのざまは。青銅騎士団はデクノボーの集まりか。ならば今すぐ追いかけて自分の手で花嫁を取り戻してこい、取り返してこい。それはそう、それはちょっと僕一人では無理ですよ。最低だなお前。お前はいつもそうだな。王子という身分に甘え、金や権力で全てを解決しようとする。でも王者の儀式ではあんなに大きなアルゴンハートを自分の力で。言い訳無用。そうだ、わしは知っているのだぞ。顔すごチャゴス、反省しろ。やば、いや、あそこで選択肢出てくるとは思ってなかったな。なんかいろんな意味でヒヤヒヤしたぜ。え、これ待って、これで、これを見越してスバルたちを選んだんだろうな。ね、スバルからじゃとてもじゃないけど言えないもんな。全てを分かってのこの人選だったんだ。おっさん、いつの間に出発だー。みんな、うわ、めっちゃ空気読んでくれるじゃん。ヤンガス泣いてるのか。いい仲間を持った。幸せだ。最高の仲間だ。思えば長い旅路であったな。いろいろあったが、まあこれでよかったのじゃろう。その一言で救われるよな。大切なのは古い約束よりも今こうして生きていることじゃ。ミーティアの相手はミーティア自身で見つけるがよい。わしはいつまでも待っているぞ。しかし結婚式を逃げ出すような姫を今後もらってくれるような男が現れるのか。お父様、そんなことよりほら、お、何、みんながさ、迎えに来てくれたじゃん。